三角むすびさんってどんな食べ物が好きなの？ココナッツサブレじゃないですか。ということで、今日は QR コードについて動画を作っていこうと思います。今日の動画でご紹介するのは QR コードについてですね。これは株式会社デンソーウェブさんが1994年に開発した二次元コードなんです。QR、これはクイックレスポンスの頭文字ですね。どのようなものに使われるかと言いますと、レジでの QR コード決済、コンサートでの入退場管理、LINE での友達追加、そしてチラシや名刺からウェブサイトの閲覧、このようなものが見れるんです。で、代表的なものに Excel で QR コードって作れますよね。ちょっとご案内したいんです。これですよね。Excel の上のメニューに、ここに開発タブというのが表示できるんです。初期状態では表示しませんので、作業をして、この開発タブ、表示することになります。開発タブ見ますと、挿入というところで、アクティブ X コントロール、このボタンですね。これを押せばいいかと思います。そうしますと、マイクロソフトバーコードコントロール 16.0 と出てきますので、これ選択して OK を押すんです。で、Excel の画面で、マウスポインターが十字になってますんで、シフトボタンを押しながらドラッグしますと、結果、この QR コードが出てくるんです。で、それを選択して右クリックします。と、マイクロソフトバーコードコントロール 16.0 オブジェクトとありますんで、そこのプロパティ選んでみてください。そうすると、スタイルに11番の QR コードを選んで OK します。そうすると、QR コード出てくるんですね。で、これをさらに右クリックしてプロパティを選びますと、これが出てくるわけですよ、プロパティのバリューですね。ここに何かを書くことによって QR コードがこの書いたものを表示できるようになります。ここでは URL を記入してますね。で、最後、Excel 上にこの QR コードできたんで、スマホでこの QR コードを写しますと、まあ、例えば URL が書いてあったんだとしたら、スマホでそのサイトを見れるようになるんです。説明しただけでは仕方ありませんので、実際にオフィスの365で見てみましょう。これですね。開きました。最大化してみます。ここにこんにちはと書いてるんですが、Excel のボタンございますね。押してみます。そして、新しい空白のブックというのを押します。で、ウェブブラウザー上で Excel が開きました。ここの上のメニューのところに開発タブを表示したいんです。そのためにはですね、ファイルボタンを押して、オプションですね。ここに開発タブが表示させることができる機能が出てくるんですけど、実はこれできないんです。それはですね、ここにプレミアムに移行ってボタンございますよね。このボタンを押して、月額1280円。ここで購入しないと開発タブは出てこないんです。ということで今回残念ながら QR コードをお見せできなかったんですが、実はですね、インターネット上に QR 作成ソフトって2つあるんです。ウェブ上で完結するのがこの https://qr.qrel.jp テキスト .php というサイトございますから、ここでも見てみたいんです。で、最後にですね、 QR コードを作るフリーウェアソフトというのもございます。カラフル QR コードメーカー、この2つがあるんです。これを見ていきましょう。実際にウェブブラウザーで QR コード作成サイト、これを開いてみました。このようなサイトがあるんです。テキストってございますよね。テキスト文でもいいんですが、URL 打ち込んでみたいですよ。僕の YouTube のチャンネルの URL、これコピーしておきましょう。そしてテキスト欄に貼り付けます。で、これで作成すると押すと、まあ、このように QR コードができたんです。実際に QR コードをスマホで読んでみたいですよね。用意したんです。ここに QR コードアプリあるんです。押してみますね。
で、これで出ましたね。ブラウザーで開けるボタンを押すんです。すると、三角結びのチャンネルが開いたんです。そして最後にですね、ソフトが見たいですよね。ベクターさんのサイトで、カラフル QR コードメーカーあるんです。このダウンロードサイトですね、押しますと、下の方にダウンロードページへってございますので、これ押します。で、このソフトを今すぐダウンロードと押してみます。すると、ZIP ファイル形式でダウンロードされたようです。フォルダーエクスプローラーを見てみましょう。僕のフォルダーエクスプローラーのダウンロードフォルダーですね。ここにカラフル QR コードメーカー V1.2.0.zip ダウンロードされましたね。これを選択して右クリック。その他のオプションから、回答、ここに回答とします。すると回答されました。カラフル QR コードメーカー、フォルダができたんです。中身はこれですね。使うのはこのカラフル QR コードメーカー .exe。これ押してみましょう。ダブルクリックです。すると出ましたね。このようなソフトが出るんです。やはりここにもテキスト入力欄というのはございますので、先ほどの三角結びのチャンネルの URL 貼り付けてみます。できましたね。これですね。ファイル保存ってありますので、これを押してみます。すると、まあ、ドキュメントフォルダー、ここにダウンロードしてみましょう。名前を QR とでもしてみます。これで保存です。実際にフォルダーエクスプローラーを見てみましょう。ドキュメントフォルダーですね。見てみますと、ここに qr.bmp ってあるんです。今作成したものがダウンロードされたんです。ではこれも QR コードを読み取れるかやってみたいと思います。実際に保存したドキュメントフォルダーですね。で下の方にあるはずです。これですね。qr.bmp。これ押します。QR コード出てきましたね。ではこの QR コードもスマホの QR コードリーダーで読み取ってみたいと思います。ここに QR コードリーダーあるんです。これ開きますね。で、QR コード読みます。で、ブラウザーで開きます。すると、やはり三角結びの YouTube チャンネルが開いたんです。いかがだったでしょうか？これが QR コードを作成するための3つの方法のご紹介だったんです。1つ目の方法ですね。Excel で QR コードを作るという方法もあったんですが、僕がOffice 365のプレミアムに移行してなかったんで、QR コードを表示させることはできませんでした。しかしですね、持っていらっしゃる視聴者の方いらっしゃいますよね。どうぞこの動画の概要欄の下から資料がダウンロードできますので、それに従って Excel で QR コードを作っていただければいいかなと思います。以上が今日のQR コード作成ソフトのご案内の動画だったんですが、動画の締めですね。今日もココナッツサブレ、これいただいてみたいと思います。いつもココナッツサブレで申し訳ないんですが、僕好きなんでこれいつも食べて、開けてみましょう。ココナッツサブレの中にいっぱいココナッツサブレが入っているんです。これですね、食べてみたいと思います。僕好きなんですが、美味しそうですよね。食べてみます。美味しいですよね。美味しいですよね。定番なんです。ということで、三角結びのチャンネルでは、今回ご案内しましたように、お役立ちツールのご案内とか、電子工作の部品のご紹介とか、DIY 動画やってますんで、また見てみたいなという方はチャンネル登録、グッドボタン、そして最後に通知のボタンですね、押していただければ嬉しいなと思います。また見てやってください。どうもありがとうございました。